ただいまご紹介に預かりました向田邦子でございます。ほとんどの方がお初にお目にかかるんだと思います。よろしくお願いいたします。私はこの頃になって、言葉がとても怖くなりました。気がつきますと生まれてすぐに半年ぐらいでまんまっていう言葉を私は喋ったんだそうですけども、それから50年、51になりますけれども、その間に随分たくさんの言葉を、喋ったり、考えたり、言葉というのは音に出さなくても心の中であるまとまったことを思えば、それは言葉だと思うんです。喋ったり、思ったり、最近は書いたり、しております。ほとんど前半は無意識で使ってたと思うんですけれども、職業にして、しかも言葉でご飯を食べるようになって、20年になりますと、昔無意識に使っていた言葉が、この頃になって、どんどん怖くなってきまして、言葉というものをちょっと自分なりに考えてみるようになりました。今日はそんなところをちょっと脈絡なくお話ししてみようと思います。皆様、今朝大きになって、ここいらっしゃるまでの間に、いくつぐらいの言葉を今日発音なさったんでしょうか。私は一人暮らしですから、ここへ来るまでの間、電話が5、6本かかった以外は、人と喋らずに今日ここへ参りました。昨日のことを考えてみますと、昨日は何人かの人に会い、人と喧嘩もしたり、言い争いをしたり、打ち解けて喋ったりもいたしました。ところが考えてみますと、私はその言葉を分類してみると、あんまりたくさんの言葉を使っていないんじゃないかと思うんですね。意外に言葉っていうのは貧しくて、例えば一軒のうち一人の女の作るおかずというのが、得意の料理はハンバーグであったり、ラスカレであったり、ビーフシチューであったり、ロールキャベツであったり、おみおつけの実も混ぜて使っているように、言葉も意外に無精をして、あり合わせの言葉で、おかずの残り物で間に合わせるように、意外と自分自身の使う言葉というのは貧しいんじゃないか、というふうに考えました。で、私の場合は、放送、つまりラジオの作家、それからテレビを書き、今エッセイを書き、小説を書いておりますから、文字の言葉は普通の方よりも職業ですから、たくさんの言葉を折ったり使ったりして、やっておりますけども、日常使う私が喋る言葉については、人様のことを笑えた義理ではなくて、非常に数が少ないんじゃないかというふうに思っております。言葉が怖いと思う理由の一つは、これは小説を書くようになって、エッセイを書くようになって気がついたんですけれども、書く言葉は、この言葉を書いてしまって、ちょっと言い過ぎた、微妙に違ってた、これじゃない方がいいと思いますと、消しゴムで消すことができます。ところが、人を相手に喋った言葉は、一回口から出てしまいますと、いけないと思っても、もう消せないんですね。で、消すためには、謝ったり、謝る言葉がまた相手を傷つけて、もっともっと汚れと言いますか、傷が大きくなったり、言葉っていうぐらい人を傷つけてしまうことはないと思うんですね。ですから、つい最近新聞で報道されました、金属バットで息子さんが、ご両親を殺めた事件がありましたけれども、新聞報道だけを信じて、言ってしまうというのも難しいんですけれども、新聞報道を鵜呑みにいたしますと、あの時父親が息子を、お前はダメなやつだと言った。その時母親が、あんたって本当にダメねと言ったと。その一言が、引き金になったというふうに、新聞は書いてあります。そうしますと、あれは、あの言葉をもし母親が言わずに、別な言葉を言っていたらば、あの事件はもしかしたら防げたかもしれないと思いますね。そうしますと、一言のその言葉のちょっとした強さ、これもし文字で書いていたら、あのお母さんはきっと消しゴムで消してたと思うんですね。でも、一遍音に出てしまうと、
特に相手にそこに生身の人間がいると、これは消せませんから、ああいうことになってしまった。そうすると、やっぱり言葉というのは時には、自分の気持ちを伝えたり、商談をしたり、あなたが好きだということだとか、思いやりを伝えることもできますし、もうどんなことをもできる、人間の持っている最高の武器だと思いますけれども、時には人間の持っている一番の狂気にもなるというふうに考えます。そうしますと、その狂気と、武器ですか、両刃の剣で、言葉はもっともっと、丁寧に考えて使わないと、私たちは大変なものを抱えて暮らしているんだなということに、最近また気がついたようなわけです。さっき一番最初に自分の言葉の数について申し上げましたけれども、私は物見高い性格なものですから、あまりお金がかからないで面白そうなものが見られると、まめに見に行くという癖があります。ずいぶん前ですけども、東京のゼロメートル地帯を走ってる、都電が今日限りでなくなるという日がございまして、そういう時には、いつも、私はどちらかというと東京の山の手で気取って暮らしておりますから、そういうところ行ってみようと思いまして、最後の日に都電に乗りに行きました。そうしましたら、ちょうど夏場だったもんですから、おしろいなんかつけて、浴衣着て三尺帯を結んだ女の子なんかが、親に連れられて、都電に乗っておりましたけども、私の脇にいたのは7つ8つの女の子なんですが、その子が、つり革に手が届かないんですね。その子がジャンプするようにして、つり革を取ろうと思うんですが、なかなかつり革が揺れて取れないんです。そうしましたら、やっと何度か失敗して、つり革にぶら下がりながら、ああ、じれったいなって言ったんですね。で、私は、ひょっと思いまして、私はその時でももう500本ぐらいテレビドラマを書いておりますし、ラジオですともう何万本書いたかわからないぐらいなんですけども、ああ、じれったいなっていう言葉をドラマの人物に使わせたことが一度もなかったっていうことに気がつきました。じれったいっていうのはなかなか粋な色っぽい言葉ですけども、私の書く、登場人物というのは色っぽい人が出てこなかったということもありますけども、特に子供が7つ8つの女の子がじれったいなというシチュエーションっていうのを考えつくことができなかったんです。で、普通じれったいなっていう言葉だけを取り上げて考えますと、この言葉が一番似合うのは、例えば芸者さんとか、二号さんとか、そういう色っぽいなんか人を考えますけど、現実には7つ8つの子供が言ってるんですね。そうしますと、その人らしい言葉の使い方っていうふうに一般論で考えると、随分言葉っていうのは痩せてしまうっていうことが、遅まきながら気がつきました。で、私は、なるべく早く、ああ、じれったいなと言ってる子供っていうドラマを書きたいと、その時は思ったんですけれども、まだ、どうもそのじれったいなという実感が私の中に、体の中に本当に持てないせいか、まだじれったいなという言葉をドラマの中で使ったこともありませんし、まして子供に、言わせたこともないんです。できればなるべく早く使ってみたいと思います。ですから今後私のドラマを見てくださって、その言葉が出てきたらば、ああ、やっとあいつも使えたかと思っていただきたいと思うんですけど、今年来年はちょっと無理だと思います。この間落語を聞きまして、落語っていうのはやっぱり、今漫才なんかがブームですけれども、落語っていうのは、今どちらかといえば廃れかけておりますけれども、やはりあれは大変な、言葉の宝庫だと思います。で、あそこには私たちがもう、忘れかけてる言葉、死にかけてる、日本語、粋な、とても素敵な日本語が入っております。で、この間聞いたのは、ちょっと題名忘れてしまいましたけれども、古今亭志ん朝さんがやっておりまして、大変その融通の効かない、気働きのない、骨董屋の若旦那というのがおりまして、これがいつもいつもその女房に、お前さんは商売が下手だ、なってないっていうんで、下に見られてるんですね。あ、火炎太鼓です、題名は。それがあるときに、市で買ってきた汚い太鼓を買って、それが高く買いすぎちゃったって女房に散々怒られて、
まあ、こっぴどい目に遭うんですけど、それが思いがけない掘り出し物で、その、ある時、その、殿様の行列が通りかかって、その店にある火炎太鼓を目を留めて、これを持って、その、お屋敷に来いと言われるわけですね。で、行って、これはきっとなんか粗相したんだ、お手打ちになるんじゃないかってんで、また女房に散々脅かされていきますと、これがまあ、今のお金で言えば何百万円にも売れて、夢ではないかと、まあいうところなんですけども、その、殿様のお屋敷に行って、これが高く、買ってやるぞと言われた後の、その、まあ、新庄さんの芸っていうのが、まあ、火炎太鼓の見せ場なんですけども、その時にその、よし、これ帰ったら女房のやつにもこう言ってやろうっていう、いうところがあるんですね。これが私が言うともう全然ダメなんですけれども、その、あいつにも、あ、その前にその、変な太鼓を買って帰ってきた時に、女房が、私はどんどん痩せていくと、ろくなもんも食べさせてもらえないし、人相が悪くなって、目つきが悪くなる、顔もとんがるって、まあ、散々嫌味を言われてるんです。そうしますと、亭主は、その散々けなされた太鼓が高く売れた時に、よし、もう今日は帰ったらもう散々ご馳走して腹いっぱい、もう嫌だ、泣いて頼んだのに、その腹いっぱい食わしてやるぞと。そこまではね、私だって書けるんです。考えられるんですけども、その後、江戸落語というのは、洒落た一言を付け加えるんですね。腹いっぱい食わして、動けなくしたとこ、あいつくすぐっちゃおうって言うんですね。ちょっとね、私ね、そのくすぐっちゃおうっていう一言をね、付け加えるか付け加えないかで、なんて言うんでしょうね、こう、温かみというか、おかしみというか、情っていうのか、こう人間の愚かさっていうんでしょうかね。もうその夫婦ってのがくすぐってやるぞっていうところでもう客もどっと笑うんですね。で、なんか目頭が熱くなるんですね。ただいっぱい腹いっぱい食わしてざまみろっていうのだと、ちょっとやっぱりこう意地が悪いというか丸みがないんですね。でも実際問題お腹いっぱい口元まで詰め込まれてくすぐられたらもうたまったもんじゃないんですけども、この一言は誰が考えたんだろうかと思いましたね。伝承ですからね。昔は字がありませんから、師匠から弟子にこう、口伝えで伝えた中で、誰かきっとその人情の機微というものの非常に分かった方が偶然に付け加えたのか、それとも新庄さんが付け加えたのか、まあ、私はよく知りませんけれども、私はその火炎太鼓という、まあ、あれは落語の名作ですけれども、聞き終わって一言だけ、どの言葉が一番良かったかといえば、腹いっぱい口元まで食わして、もうたくさん動けないっていうのをくすぐっちゃってっていう、あの一言ですね。で、その言葉というのは、あれは私はとても書けないセリフだと思って頭が下がりました。ですから、ホームドラマを書いておりまして、いいセリフというのは、それこそシェイクスピアじゃありませんけども、ながらうべきか死すべきかとか、そういうセリフももちろん名セリフです。上のまぶたと下のまぶたをくっつければおっかさんが出てくるとかっていうのもまあ確かに名セリフだと思いますし、よらばきるぞっていうのも名セリフです。名セリフっていうのは本当にもう一回聞けば忘れませんし、まあコマーシャルなんかに出てくるのもいいセリフだと思いますけれども、本当にいいセリフっていうのは日常聞いてすぐ忘れてしまうセリフ、その時ふっと気持ちが和むセリフ、その一言を聞いたために、散々怒られたけれども、その一言を言ってくれたために、小言がじわっとあったかく身に染みる言葉じゃないかと思います。その小言で今思い出しましたけれども、菊池寛という方が高松の小学校の出身でして、私が父と一緒に転勤で高松におりました時に、一回だけ公園に見えたことがあります。で、その前後は全部忘れてしまったんですけども、一言だけ方が言った言葉で、これも未だに忘れないのですけれども、方のは菊池寛という名前です。で、寛大の寛だというふうに自分の名前を紹介されました。で、その時に、人には寛大、自分には峻厳ということを言われました。で、大概の場合は人には厳しく、己には寛大だけれども、自分も大概そうなってしまうけれども、自分は寛大の寛っていう字を考えるときに、自分を戒めておりますと、
でもなかなか思うようには、まあ、いかないんだと、ぼそぼそおっしゃいました。で、その時に、学校給食の走りみたいのはその学校はございまして、暮らしに困ってる人の、とか、栄養の特に悪い子に、3人とか5人とか学校で給食を出してた学校なんですけども、給食のおばさんの人たちが遠慮がちに講堂の隅で聞いてたんです。そうしましたら、菊池寛という方は、その人たちを、こっちいらっしゃいよ、いらっしゃいよって呼んで、遠慮しないで前へ来て話を聞いてくださいっていうようなことを言ってらっしゃいました。で、それもとてもいい眺めだったんですけども、最後の方に、人に小言を言うときは、という話をしました。で、最初に嫌なことを先に言うんだそうです。で、最後にいいことを言うと。お前は、勉強はできないけども、気立てはいいねと、こう言うべきだって言うんですね。お前は気立てがいいけど、勉強はできないねと言うと、後の方が結論になってしまって、人の心に残ってしまうって言うんですね。ですから、人に物を言うときは、悪いことを先に言って、いいことを、ですから、後味を良くしなさいというようなことを言われたような記憶があります。私も人と喧嘩をするときは、なるべく、先に嫌なことを言い合って、後の方では次にどこの横丁であっても気まずくならないようにしなきゃいけないなと、まあ、その菊池寛という方の言われた言葉をまあ時々思い出すんです。まあ、そのさっきの金属バットの話に戻りますけれども、お前はどうしようもない子みたいにお父さんは言ってるけども、気持ちは可愛いんだよねと、お母さんはもし一言言って、先に嫌なことを言っても、寝る間際に、一言救ってたら違う、まあ、結果も出たんじゃないかと思うと、新聞を読んで、その菊池寛という人の言われた一言をちょっと思い出したりいたしました。